はい、こんにちは、まやチャンネルまやはらです。はい、今日はこちらですね。スナックワールドの、おもちゃ各種がですね、2017年7月13日に本日発売されたので一斉に買ってきました。はい、もうすごいね。すごいね。で、まずこれがトレジャラボックス。そう、これね、ボックス買いしてきました。10個ここにありますね。10個。はい。で、これがスナックトランク。スナックを12個入れられるケース。いいね。これはジャラトランク。そう、これはジャラをしまえるケースだね。で、これがジャラホルダー。ジャラジャラ。そうそうそう、そうそう、ジャラを本当にアクセサリーとしてつけてて、ゲームやるときにピッて読み込むとりゃいいんだよね、うん、そしてジャラとかスナックを読み込むためのフェアリボン、これ劇中あれだね、うん、あの携帯として本当に使ってるやつね、うん、モンスターを呼び出したりデカ化して武器を出すとか、うん、これちゃんとジャラとかスナック読み込めるみたいなんで、これも後でやってみましょう、はい、まずはじゃあこのトレジャラボックスから開けていきましょうか、はい、ちなみにシン君これ知ってる？うん、知ってる、うん、コロコロコミックで連載してるの。あ、そうか、アニメもやってるしね。そう、アニメ YouTube でも1話2話公開されてるかな、はい、あ、こういう風に開けるんだ。で、宝箱みたいにパカッと開けんだね。せーの、バカ、はい、お、あ、出せる、あら、じゃあ開けてみましょう、うん、私のは、お、スナック入ってた。これなんだ、フェアジー。フェアジーってやつだ。フェアジーだ、あ、スナックだ。おお、あ、ピノキオ。ピノキオ、おお、あ、これジャラっぽい。スナックだ。これジャラっぽい。あ、本当に？ミミック。ミミック。ジャラ！あ、ジャラ出た。これはなんだ？ストライプソード2ってやつだ。さあ、どうでしょうか。あ、ジャラ！アックスだ、これ。お！ウッドアックスか。あ、結構いいね。そう。スナック。クローン！クローン。おお！クリスタルソード出た。で、はい。お！ブッテリーだって。あ、オッケー。おお！ナイフだね、これ。フェアリークリスタルナイフ。そうだね。よいしょ。おお、ハリセンだ。すごい。はい、じゃあこの辺のトランクも開けていきましょうか。うん、はい、行きましょう。じゃあパパはジャラホルダー開けるね。じゃあ僕はフェアリーコン開ける。はい。よし。よいしょ。あ、すげえ、しっかりしてるこれ。よいしょ。おお、いいね。わお、これがフェアリーコン。おお、いいね。すごい、ちゃんと携帯になってる。わお、これはなんだ。おお、いいね。クリアクリスタルソード。で、そっちはブラック。トランクも開けましょう。ここはスナックトランク。ここはジャラトランク、うん。これ結構いいよ、いろいろ。うん、よくできてる。あ、あ、この中に入ってる、これで。あ、すごい。すごい。オリジナルステッカー。ああ、ブランドのね。ああ。そしてこれが、ジャラ。おお、いいね。おお。お、カルボナーラさん。あ、はい、じゃあまずトレジャラボックスで出たものから細かく見ていきましょうか、うん、まずこれがスナックで、ブッテリーだね、うん、これプチレアです。はい、うん、キラキラしてていい感じだねこれね、うん、クリスタルみたいな感じですけど、ここに多分 IC チップ系が入ってるんだろうね、うん、裏側になるとこんな風になってます、はい、特にバーコードとかないから、うん、気にする必要がないからいいんだけどね。よかったよかった、うん、続いてこちらクローンだね、うん、猫っぽくて可愛いねこれね。本当だ。続いてこちらフェアジーですね、うん、これレアです、はいはい、続いてこちらミミックですね、うん、これもレアだね、はい、そして続いてこちらがピノキオバージョン 3.0 ですね、はい、これグレートレアだね、うん、うん、結構いいやつ出ました、はい、ちなみに、この上にスーパーグレートレアっていうのがあるみたいね。なので、10箱のトレジャラボックスの中でスナックは5個入ってましたね、はいはい、続いてこちらジャラですね、うん、これはストライプソード2ってやつだね、うん、プチレアです。ここにブランドのロゴがありますね、うん、これはねフライングキャットっていうブランドだね。お、うん、ちゃんとねジャラもしっかりしてる、うん、これ金属だしよくできてるねこれね、うんうん、本当にアクセサリーとして良さそう。イイ、はい、続いてこちらがハリセンソードですね、うん、ここハリセンになってますね、はい、バチンって叩くんだね、うん、これはブランドがちょっと分かんなかった、うん、続いてこちらですねウッドアックスです。これもプチレアだね、うん、ブランド名クロリスなのかなって書いてありますね。お、続いてこれがフェアリークリスタルナイフですね、うんうん、これもいい感じだね、うん、すごい綺麗。これはレアです。はい、はい、最後にこちらがクリスタルソードですね、うん、これもレアです、はい、うん、ブリタニアエンチャントっていうブランド名ですね。ここにちょっとロゴがあるけどね、うん、はい、続いてこちらのフェアリポンについてきたジャラとスナック見ていきましょう。はい、はい、これがクリアクリスタルソードですね、うん、先ほどのクリスタルソードのクリアバージョンだね。はい、そしてスナックがこちらですね、うん、ブタコです、はい、次はこのスナックトランクについてきたスナック見ていきましょう。はい、カルボナーラ。そうだね、カルボナーラっていうのがついてきました。これはレアっぽいね、うん、
そしてこのスナックトランクについてきたのがこちらですね、はい、クリアデストロイヤーアックスですね、はい、これもブリタニアエンチャントのロゴが入ってますね、はい、これかっこいいね、うん、いい感じ、すごいキラキラしてて、おー、はい、ではフェアリポンで遊んでみましょうか、はい、まずはこのホームボタンを押してもらえます、はい、あ、これ待機音、そしたらこのジャラをタッチ、デカカだねこれで、うん、おお、最初にブランドの曲が流れるんだね、ブリタニアエンチャントって言ってクリアクリスタルソードって言ったね、すごいね、ちゃんと音声個別認識するんだ、うん、へえ、そう、他もやってみましょう、はい、ブランドによってその紹介するアイテムの声が変わるんだね、なるほどね、はい、続いてはスナックを読み込ませてみましょう、はい、またホームボタンを押してスナックをセット、あ、こっちか、せーの、カルボナーラ、おお、ここ何が欲しいんだ、ここ出てんだね、うん、はい、じゃあ次はブタコかな、はい、なるほどね、ごめんなるほどね、これスナックがここに投影されてるんだね、うん、ピノキオバージョン 3.0、 はい、ピノキオバージョン 3.0 音声を認識できませんでした、なんてことでしょう、なんてことでしょう、ミミック、クローン、魂の形のことじゃった、クローン、魂のペイレイのピリト、クローン、
はい、続いてはバトルモードで遊んでいきましょう。はい、バトルモードはですね、まずこの剣のパネルをタッチするんだって。あ、そうそうそう。ジャラって言ってる。ジャラ。じゃ、コンゼラ。スナック。今度スナックを差し込む。ミノキオバージョン 3.0。 はい、そうするとね、バトルが始まります。でね、オレンジに光ると攻撃、そうそうそう。で、緑に光った時は長押し。あ、そうですよね、今。負けちゃった。負けちゃいましたね。攻撃の時はこの剣のマーク、うん、これを連続でタップ、うん、で、防御の時は緑色のボタンを長押し、うん、なんだね、うん、なんで、この光った色に合わせてタップするんだけど、うん、今のはちょっとタイミングが良くなかったね。そう、で、赤になった時にスラッシュっていうのをやると、うん、クリアデストロイヤーピノキオバージョン 3.0。 あ、続きになってる、うん、はい。マーナーあった。スナック抜いてだって。ジャラタッチ。お、マーナー。これで、このジャラとスナックにマーナーが書き込まれたわけですね。すごいね、うん。書き込まれたマーナーは、このフェアリポンって確認できるみたい、うん。この後ろのこの部分にタッチした状態で、この真ん中の黄色のボタンをタップすると、ピノキオバージョン 3.0 最先端テクノロジーのマナー、そんな感じ、うん、そのこの、スナックの名前を言って何のマナーが書き込まれてるかアナウンスしてくれるんだよね、うんうん、じゃあアックスもやってみようか。はい、よいしょ。はい、ではジャラとスナックをトランクにそれぞれしまってみました。こんな感じになった。うん、すごいいい感じ。あ、ちょっと倒れちゃったけど、いい感じだね。うん、うん、これね、しっかりこのホルダー、キーホルダー部分もここにしまえるんで、挟み込めるんでいいと思います。はい、ジャラを全然傷つけなくて、これだったら済む。うん、うん、よくできてる。はい、そしてこちらがスナックです。はい、スナック、あ、こんな感じだね。うん、まあ、プレートもこうペタペタしまっていく感じだね、これはね。うん、ちゃんと見えるようになってる。あ、そうだね。後ろはこの銀のね、プレートみたいになってるから、綺麗に見えていいね。うん。うん、これはちゃんとカチャッと。ああ、そっかそっか。あ、こっちはチャックになってます。うん。はい、こんな感じだね。はい。はい、ということで今回はですね、スナックワールドのいろいろやってみました。はい。トリザラボックス10個開けたり、この辺に付いたもの、あとはフェアリポンでいろいろ読み込ませてみましたね。はい。あの、スナックワールドはね、これからが本番なんだよ、うん、まだね、ゲームが出てない。こういうのは全てゲームに読み込めるので、うん、そっからが楽しくなるのかなって感じですね。はい、はい、ゲームは8月10日発売なんで、また先に。ていうか、もともとゲームも今日発売のはずだったんです、うん、いつの間にか日付が変わってて、パパすごくがっかりしました。はい、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達に教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで、今回以上でございます。バイバイ。